開けてもらっていいですか？僕です。羊は。おら開けろ。皆さんどうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日も皆さんでお集まりいただきまして、今日はね閉じ込めてない。そうっていいな。今回はメタモルモッドっていう、モブに変身するモッドを入れてみました。それをみんなで遊んでいきたいと思います。はい。で、変身する方法はモブを倒さなきゃいけないみたいですね。例えばトモさんをキルするとトモさんになる。なんでそんな恐ろしいやつ。本当にソーラさんがやろうとするな。にじり寄ってくるな。囲んだぞ。おい、おかしいぞ。いつも僕が仕切るんで、今日は誰か仕切ってください。たまには。じゃあソーラさん、じゃあ仕切ってください。みんな聞いて。はい、はい。たまにはソーラリーダー、珍しく。俺もだって指示する人がいてくれたら俺だってキー切るわ。キーぐらいは。じゃあガチャ食料ね。はい、キー切った。すんない。それ俺は食料係っていうこと言ってんの、それとも俺が食料っていうこと言ったの今。あ、どっちも。やば、使われるだけ使われて、あとは食べられるんだ俺。よし。あ、そうだ、ディスコードでいいですか？ディスコードのがやっぱ音綺麗に取れる。あ、はい。すいません、じゃあ一回切ります。もう木は飽きたからいいや。木は早いな、金の火はいいや。やっぱ音質いいな、ディスコード。クリアですね、音が。そう、なんかみんながそこにいる感じ、生きてる人間と喋ってる感じがする。いや、生きてますみんな。いや、今まで死んでた。ずっと前から生きてる。いや、きっと死んでた。よいしょ。むし。じゃあチャミンがそこでチェストとワークベンチ作ってください。てか夜ほら、早く横穴掘らないと。いや、もう今横穴掘ってくれてるから。じゃあ僕はみんなの癒しの花を。いや、いるだろって。花はいるって。それより松明作ってた。そう、今松明探してるんだけど。花は石炭か木炭を。石炭か木炭はだからこの、あったあった、あの上の方にある、上の方に石炭。ここです、僕の頭上です。いや、行ってる間に取ってください。ピッケル持ってないもん。なんでや。いやでないとか。木を切ってくれって言われたから斧しか持ってないでしょ。何その目。クミさん、クミさんが今ゴミを見るような目で見てきた。羊も2つあるんで、あともう1個取ってくるわ。今スポーン地点をさ、うわ、いるわ。ネギが、ネギじゃないや、骨がいる、スケルトンがいる。ネギ、なんで。ネギじゃない。緑がないぞ。ホームラン級に間違えたな。お、はい、まずとりあえずベッド。近くにいるため寝れません。あー、そっか。突撃。トモさんに対峙を命じる。オッケー、行け、ゾンビ。その拠点の中の、え、そういうことか。見てほら、今ゾンビ倒したの、これ。ほら、ゾンビの魂が出てる。あ、ほんとだ、透明だ。それゾンビの魂だ。今切ろうとしたっけ。なんかニョキニョキニョキって生えてくんのな。一回でもみんな中に入った方がいいんじゃないですか。やられます。確かに、これ取ればいいのかな。あ、取れた。 あ、中に入っちゃった。入ってきちゃった、クミさん、後ろ。おお。あ、俺が倒したんだ。俺が倒した人が取ると、ほら取れた。あ、ほんとだ。で、N を押すと、あ、羊にもなれる。あ、そっか、羊毛取るのに。モルフ、どうだ。羊になった。なってる。ハサミ、ハサミ。やばい、やめて。めえ、これどうやって変身するの。めえ、N を押してキャラ選んで、右下のモルフっていうところ。モルフォン、なんていうもの、それな、これ。あー、モーフ。毛布だって。ゾンビだ、ゾビちゃん、みんなゾビちゃん。みん、わー、ゾビちゃんみんって何。ちゃんと次まで変わるんだ。ゾビちゃんみんに羊。あ、本当だ。トモ羊。トモ羊とゾビちゃんみんです。これ、外でゾンビがうなってんのか、あちゃみさんがうなってんのか分からない。めえ、めえ、いた。こんな可愛い羊を。あ、肉取れるんじゃないの。待って、羊さ、HP さ、4しかない。いった、やばい、やばい、
やばいやばい、この人やばい、この人やばい、やばいやばいやばい、解除解除解除、リムーブ。その状態で倒したら肉になるんですかね。おい、危な。あ、やってみる。人肉だよそれは、俺の肉。美味しく食べてね。メタモルフォーゼ。はい、いいよ、倒していいよ。やられた。もちろんいいよ。あの闇の中でスポーンしたんじゃないですか、また。うん、でそしてもってね、生まれ変わっても羊は羊のままだった。すいません、僕です。開けてもらっていいですか。ここある。いやいやいや、僕です。羊はちょっと、おら開けろ開けろ。いや、開かないんすか、その状態だと。開けられるよ。なんだ。中身は子供。見た目は、見た目はゾンビ。そう、見た目はゾンビ。中身はトモさん。トモさん、その名もトモさん。まんまや。まんまだ。考えてから言ってほしい。待って、これで変身した状態ならゾンビ襲ってこないんじゃない？あ、検証してみてくださいよ。見てくる。ばあ。ほら、ほら。え、本当に？ほら。ほら、出たんかと思いきや。あ、でも襲ってこないわ。攻撃しても襲ってこないわ。うん。うちら友達だね。友達を殺した。あ、クモになれる。いや、なりたくね。あ、壁登れんのかな。スパイダーマン。スパイダーマンだ。スパイダーマン、スパイダーマン。スパイダーマン。知らないっていうね。すいません。あ、なった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 、てんてでーんてんてん、おー来たー。てんてでーんて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 ん、拠点の中で変身されてると紛らわしいです。雲で友です。友です。わさ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 、それ叩きそうになっちゃう。やめて、もう朝になりそう。てんてでーんて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 ん、閉めろ閉めろ閉めろ。だって平気だよ、閉められても。クモが農業したっていうわけでしょ、ほら。キコリグモです。クモだとね、目線が低いですね。へぇ。1の高さの目線。うわぁ、ゾンビ村人。ゾンビ村人ソーラです。ゾンビ村人ソーラさんですね。略して、ゾーラさんです。ウケるんよ、ほら。ウケるんよ。クモだから。クモだから壁をね。なんかほら、特殊能力のあるやつの方がなんかいいね。スケルトンになったら弓打ち放題じゃないの、クミ。そういうこと。そうだよ。あ、スケルトンになったら弓打ち放題だ、これ。本当にですか。クミさん、いや、多分そうだよ。クリーパー、え、クリーパーになったら爆発し放題。燃えちゃう。やったー、倒した。あ、倒した、本当だ。あ、クリーパーになれる、バステンさん。え、で、ゾンビって燃えんの、昼間。ダメじゃん。あっつ、燃える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 。あ、燃えてる、本当だ、燃えてる。やばい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 。メタモール。あー、やばい、火は継続される、火は継続されるんです。日陰に入って、日陰に入って、やばいやばいやばい、燃えすぎ燃えすぎ、炎上炎上炎上。拠点の危ななりましたよ。あ、ほんとだ。どれ、わあ、クリーパーだ。バステンさんだ。爆発ってすんだろ。え、こわ、右クリックとか。え、爆発もできるのそれ。右クリック、何も反応ないし。左クリック、シフト、ジャンプ、なんかいろいろあるんじゃない。なんすかね。ありました、調べました。クリーパー爆発できます。V を押すと特殊能力発動です。あの荷物しまってからダメだって。あ、いいよ、びっくりした、俺そこで爆発するのか。違う、びっくりした、一番被害が及ぶところで爆発をしようとして。違う違う、飛び散らないように。すげえな、洞窟の奥で。では、あ、それ、あ、洞窟の奥でね、爆弾代わりに使うのやめてもらって。死ぬなら役に立てと。さすがソーラさんやな。リーダーのおぼし名刺にはそう、リーダーだからね、ソーラさんが。じゃあ行きますよ、行きますよ。いいよ。うわ、死んだ、奈落へ落ちた。ち、うん、あ、そうですね、それ扱いになりますね。あらららららら、あらららら、生まれ変わってもクリーパーでしょそれ。あ、差し当たって、でも戻んないとダメなんですよね。そう、ここで今やば、
バーステンさんの命で2マスくらい削れてた深さ的に。2マスかよ俺の命。バーステンさんの命安いな2マスは。えっていうことはブレイズになったら火の玉飛ばせんのかな。えガストになったら空飛べんのかな。じゃないですか。えエンダーマンになったらワープできんの。なるほどこれ面白いな。なんだっけあの夜になると出てくるやつ、ファントム。ファントムになりたい。あ飛べるかも。なるほどね、うん、じゃあ寝ずに待って。ファントムって13じゃなかったバージョン海のアップデートで。あーこれ多分13じゃないよきっと。あーそっか12だ。12はいないわ。空を自由に飛びたいな。飛びたい。痛い。なになになに。虫湧いたで。飛びたいな。痛いってすごいセルフ合いの手がうまい。本当だ湧いてる。あ虫にもなれんじゃね。あなれんじゃね。ちっちゃいわ。今出たわ。魂出た。出た。あじゃあなれるわ。待ってね。待ってね、うん、やるわ。虫になんの。うわ虫チャミンや。待ってチャミン。あのね体力がねハート4つしかない。俺もさっき羊。気持ち悪い。キモ。うわ気持ち悪い。やばそれでもさ一人で潜入ミッションするときは一つのこのマスにこう入っていけるんでしょ。ここのこれになんかね入ってるね。さよなら。やばやば潜入ミッションできんじゃん。メタルギアのあれみたい。オタコンのあなんだっけあのちっちゃいマシン。石に同化できるの。いやそこまではないんじゃない。シルバーフィッシュの特殊能力はそれはないっぽい。乗ってないわ。あそうか。あれ待って私今ソーラさんの目の前にいるんですけど。え透明で石になってる。え石になった。石になったっぽい。嘘。うわ解除は。すごい、うん、わかんない。どうやってやったっけ。えどの石になった。普通に階段が綺麗に並んでるよね。どれ。うんほんとねちょっと待ってね。これあおおおおおおなってる。おおすごい。えやば石に。えちょっとシルバーフィッシュみんなでなってさ今度さ今日いない人が来た時にびっくりしたぜようぜそれ。いいですね。どこ行った。チャミンどこ行った。これタダクシンじゃん。タダクシンじゃん。ソーラさんハート4つだって。ソーラさんすげえ。何をしてんのソーラさん。これこれって興奮してるけど。何してんの。チャミンの魂は出なかったな。